本日のアートプログラムの実施に伴いご協力をいただきました横浜市立泉図書館お話の泉の会様横浜市相鉄グループ横浜泉の線沿線環境未来都市様泉区内地域ケアプラザ地域活動交流コーディネーター様ご協力いただきました各団体の皆様ありがとうございました。なおお話の会のお話の泉の会の皆様には開会式終了後の5時10分よりお話の会を開催していただきます。光のピクニックの場においてお話の世界が広がりますのでぜひ皆様ご参加ください。続きまして本日のアートプログラムを手掛けたアーティストの皆様のご紹介をさせていただきますので、しばらくお待ちください。それではご参列の皆様、ご退場をお願いいたします。ここで会場の皆様にお知らせいたします。スマートイルミネーション泉開催時間中は地蔵原の水辺内の街路灯を一部消灯いたしますので、足元に十分お気をつけいただきお楽しみいただくようお願いいたします。また本日の会場内では広報のための写真撮影等を行っておりますことをあらかじめご了承ください。それではアーティストの、紹介に移らせていただきたいと思います。はい、皆様こんにちは。初年度 の、 スマートイルミネーション泉、から、ずっと企画を担当しております、スパイラルの森谷と申します。今年も、お呼びいただきまして誠にありがとうございます。早速ですけれども、今回参加いただいたアーティスト の、 紹介をさせていただきます。まず光の実でございますが、例年、数が増えてきておりますけれども、今年も高橋京太さんに制作をいただきました。本人はちょっと今日残念ながら立ち会えなかったんですけれども、先ほどもご紹介がありました通り、飯田北伊調小学校、上飯田小学校、中和田小学校、東中田小学校、泉小学校、そして伊勢山小学校、そして緑園キッズクラブの、皆様にご協力をいただきまして、今回も約1500個 の、 光の実が実っております。ぜひ一つ一つ の、 笑顔をお楽しみいただければと思います。それと合わせまして、あと今年度はですね、体験型のアートプログラムが3つ用意されております。で、こちら の、 体験型の作品をコーディネートしてくださいました、ファーメントの中山さんです。中山さんの方から3つのアートプログラムの、ご紹介をさせていただきます。こんにちは、よろしくお願いします。皆様の向かって右手車が止まっているところ、そちらが、くるくる百変化という作品を作ってくださいましたアーティスト江口拓人さんです。それから、中央、私たちの後ろにある、池を、のちょっと左手ですね、不思議の森の光る池というタイトルで、ビジュアル言語プログラミングを使って皆さんに体験していただく投影されるアニメーションの、作品というかもう開発者でおられます原田博士です。よろしくお願いします。それから一番左シートが点在しているところなんですけれども、そちらが、みんなのエネルギーブックラボという名前で、充電を皆さんにしていただいて光るという読書灯の作品を作って今くださいましたアーティストの倉本大輔さんです。と
私が、お手伝いしています。それから、そこでまた先ほどもご紹介がありましたがお話し会がありますのでぜひご参加ください。ありがとうございます。皆さんこんにちは。一番向こうのところでくるくる百変化という、ワークショップ体験型のワークショップをします。江口拓人と申します。コマ撮りストップモーションという技法で、皆さんにアニメーションコマ撮りアニメーションを体験してもらってそれを、スクリーンで見れるようにしようと思っています。どうぞお集まりください。よろしくお願いします。みんな本物の博士見たことありますか？聞いてない一応本物です。芸名じゃないです。今日みんなと一緒に遊ぶのはビスケットっていう子供向けのプログラミングの言語があるんですけどそれを発明した博士が今日来てます。プログラミングで、池に投影してね面白い絵が動くのをやります。皆さんこんにちは、みんなのエネルギーブックラボをやりました倉本と申します。で、まあ、ぜひ絵本を読むためにライトを充電しに来てください。で、一つだけお願いがあります。今日充電器がさっきから体験してもらっていて多少壊れたりしています。回し始め硬いので優しく回し始めて回り始めたらスムーズに回してもらえればいいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それとあと今年度はですね特別なことに連携プログラムとして、アーティストの皆様に加えまして、4つのプログラムが団体様の方から提供されております。こちらの連携プログラムが毎年少しずつ増えていまして、だんだんこのイベントもなんか成長してきたなと思うところでございます。お名前だけご紹介いたします。キラキラ金魚すくいを出展していただいております。泉区地域ケアプラザ、地域活動交流コーディネーター連絡会の皆様です。それと、あと相鉄グループの方から光で彩るミニ水族館、さらにスイッチエデュケーション様からデジタル射的、そしてリードライトインク様から光の写真館ということで、4つの連携プログラムが提供されております。それらの連携プログラム皆様から見まして一番左手側の、方にありますので、ぜひそちらも合わせて、お楽しみいただければと思います。それとあと、あちらのくるくる写真館だったっけ100円券、ごめんなさい、くるくる100円券のところからには、車が置いてありますけれども、未来という電気自動車からそこ電気を供給してプログラムを展開しております。そちら の車の方も合わせてご覧いただければと思います。すいません、どうも以上です。ありがとうございました。どうもありがとうございました。これにて開会式を終了いたします。本日は7時半までスマートイルミネーション泉を開催しております。また光の実は12月5日水曜日まで展示しておりますので、こちらまで お楽しみいただけます。それでは皆様どうぞお楽しみください。以上で開会式を終了いたします。